宇宙要塞バルジ。オズが宇宙における戦略の拠点として用いた軍事施設である。コロニーをも一撃で破壊可能なビーム砲を備えたその要塞は、反発するコロニー勢力に対する抑止力というべきものであり、オズの力の象徴ともなっていた。ローム・フェラ財団内部に完全平和主義の考えが広がり、財団内での立場が孤立しつつあったデルマイユ公は、このバルジを中心に部隊の再編成を行い、再度財団を掌握すべく宇宙へと向かう。一方、オズ宇宙軍総司令ツバロフが主導となり建造している巨大宇宙戦艦リーブラでは、革命を志す者たちがその行動を起こさんとしていた。反オズを掲げる武装市民によって結成された革命組織ホワイトファングである。彼らはコロニー独立の礎となる橋頭保確保のため、強力な兵器を有するリーブラの占拠を画策するのだった。そしてホワイトファングは歴史の表舞台へ立つべく、その求心力となる指導者を擁立する。その指導者の名はミリアルド・ピースクラフト。かつてのゼクス・マーキスが仮面を捨て去り、地球圏に戦いを挑む。バルジ攻防戦。この二つの存在が対立の図式を生むのだ。私の名はミリアルド・ピースクラフト。宇宙に対立する存在、地球の排除をここに宣言する。
要ないのだ。宇宙に貴様らは。つもりだ、そんな腕で。ちょっとは面白くなるかな。ここまでだ。私たちは前に進まねばならないのです。当てますわよ。私はまだ自分を弱者だと認めていない。所詮貴様は私の敵ではない。
そんな腕で俺に勝てると思ってんのか、この野郎。くそ、これぐらいじゃヘトも感じねえぜ。楽しいことになりそうだな。そら！
こんな戦い早く終わりにしないと。フィンファネル、よせ。実力とやら見せてもらおうか。捕らえたぞ。落ちるがいい。死ね。貴様は倒さねばならん敵だ。消えろ。
争いをなくすにはこの方法しかないのだ。潔く散れ。これで終わりだ。もらった。Thank you.
私に突っかかってくるなんて、いい度胸だよ。落ちな！
そんなことでは私を倒すことはできなくてよ。上等じゃない。きっちりと型をつけてあげるわ。どきなさい。なんだと、もう限界なのか。力のない奴が戦場に出てくるな。一気に型をつける。
思い知るがいい。仕掛けるぞ。そこか。もらったぞ貴様。邪魔はさせん。そこだ。くそ、どうして勝てないんだ。何をしている？ケチだぜ！
この私の力の前に屈するのだ。潔く散れ。これで終わりだ。もらった。メインエンジンに被弾、誘爆します。これまでか。総員退官、急げ。私が選んだ未来に間違いなどない。邪魔はさせん。そこだ。逃がしはしない。ここで仕留めさせてもらう。Yeah.
Thank you.